2016年12月17日土曜日、大阪府大東市立総合文化センターサーティーホールにおいて、応援団による第57回チャーリングフェスティバル応援の夕べが開催されました。4回生の最後の晴れ舞台となる本公演は3部のステージからなるもので、第1部応援歌ステージでは立命館を代表する応援歌グレーター立命などが演奏され、大いに盛り上がりました。続く第2部パフォーマンスステージは、チアリーダー部と吹奏楽部にそれぞれ分かれた演目で、両部の技を余すことなく堪能できるステージとなっていました。チアリーダー部がアクロバティックな動きや華麗なダンスで会場を沸かせると、吹奏楽部は誰もが知るディズニーの名曲やオペラ座の怪人の演奏などで観客を魅了していました。実際に試合を想定して応援する第3部ファイトオンステージでは、会場が一つとなって白熱した応援を繰り広げていました。またこのステージでは体育会に所属する各部活動の選手も壇上に上り、楽しげに応援に参加していました。そうですね、もう僕たち4回生としても伝えれることは全て伝えましたので、もう来年以降もっともっといい応援団に僕自身なると思ってますので、これからも皆様には本当に期待していただきたいと思います。ステージの最後は4回生全員での校歌斉唱で締めくくられ、あふれんばかりの歓声の中、チャリティーフェスティバルは幕を下ろしました。旅立つ先輩たちの意思は残された後輩たちにしっかりと届いたはずです。